下のアスカをさらに北上すると、そこはオーロラが乱れ舞う氷雪の世界、オーロラシティだった。アイスクリスタルっていう不思議な石の力で超低温の吹雪から守られているところらしいんだけど、変なアソボットたちが乗っ取っちゃってるの。私はサンちゃんと雪の中のデートじゃなくて、これって遭難。そうなんです。三蔵を待つ男。しつけ野郎だ。カモン。お前ら隠れてろ。うん、すぐ片付けっからよ。もう一度。どうで。どうなってんだこいつらの体は。どうや。クソ、どうすりゃいいんだ。やったこれじゃキリがないぞ。まずい。こらやめろ。どうなってんだ。あいくら倒しても再生するのか。ねえ、こいつらを倒す方法はないのチョコン。そうね。どうしたらいいんだ。なんなの？こいつらを倒す方法はありません。ありませんって、だったら早く言いなさいよね。もう考えることないでしょうが。ほらまた来ちゃった。こうなったら最後の手を使うしかないな。最後の手って？この手さ。こっちがサイでこっちがゴ。2つ合わせて最後の手。こうやって高く上げて降参する。なんでそうなるの？こうとこうとこう、こうが3つで降参なんちゃってよろしく。降参だ情報。ミオン、大丈夫か？ここは僕たち、どうやらあそこから落ちたみたいだね。あそこから出るのは無理ね。サンちゃんどうする？どこかに出口があるかもしれない。探してみよう。でもキリねえぜ。クソ、お姉ちゃんに会うために。助けて。大丈夫くるみ。やったー。逃げようコック。そうだな、このままじゃやられちまうぜ。さあ行くぞ。が3つで降参よ。だってあのまま戦ってもキリがないだろ。この方が楽だし。ほらほらって。あ、町だわ。あそこがオーロラシティです。なあ、雪の中は歩かなくても勝手に連れてきてくれただろ。じゃあ降参はこれが狙いだったってこと？イエス、頭は生きてるうちに使うもんだぜ。ああ、どこまで歩けばいいの？アソボットなのにもう疲れたのか？人間の僕よりだらしないな。誰が疲れたなんて言ったのよ。サンちゃんのこと心配して言ってあげたんじゃない。私はへっちゃらですからね。よし、もう少し行ってみよう。そうだよ、男の子にだって優しく。うわっ、かわいい顔して乱暴なやつだな君は。おいちょっとねえ、向こうになんかあるわ。建物みたいだけど何かしら。シェルターだよ。シェルター？多分大破壊から逃れるためのシェルターだ。でもそれだったらもっと大きいんじゃ。いや、地球上に大破壊の影響が少ないと計算された場所が99カ所あり、シェルターはそこに設置されたんだ。さらにその中でも特に影響が少なく、大破壊を避けられる場所が2カ所あって。どうしたの？まさかここは。ダメだったりん、こんなことでは計画に必要なパワーを出すことができん。何をもたもたしてるんだ。あのチビどもはまだ見つからんのか。やっぱりそうだったのか。何がやっぱりよ、少しは説明してくれたっていいじゃない。誰？ようこそ三蔵君。知り合いなの？姿を見せたらどうです、プロフェッサー D。 プロフェッサー D。 1000年ぶりですね。元気そうで何よりですね。寒い、みんな全身霜焼けですね。どっちがミルクでどっちがクルミかわかる？わかんない。プロフェッサー D、 やはりここはあなたが眠っていた場所だったんですね。高速演算装置、社家が選んだパーフェクトなセーフティーポイントの一つですから、もう一つの場所に君が眠っていたように、私もここで1000年の時を超えました。三蔵君、私が作った世界がお気に召しましたか？これがあなたの望んだ世界ですか？おやおや、お気に召しませんでしたか。仕方ありませんね。まだ人間という醜い生き物が生き残っていますから。なんなのあんた偉そうに。遊ぼっと風情に口を挟んでほしくありません。むかつく。よせ、見ろ。見ろ。D。電磁バリアに触れただけです。これで邪魔されずゆっくり話すことができます。僕にはあなたと話すことなんかありません。49の鍵を手に入れ、ジパングへ必ずたどり着いて、あなたが起こそうとしているこの世の終わりを絶対に食い止めてみせます。天才科学者現状急増博士のご子息がなぜそこまで愚から人間に肩入れするのですか。1000年前を思い出してごらんなさい。人類は地球の資源を消費することで森林破壊、地球温暖化、海洋汚染などを引き起こし、何十億年と続いてきた地球の歴史を終わらせる危機を招きました。生命が誕生した稀有な星、地球が人類というたった一つのちっぽけな生物種のために滅んでしまうことが許されると思いますか？それは、私は科学者として生命を誕生させるために必要な条件が揃う天文学的な確率を前にした時、心が震えました。そしてこの母なる星を救うためには人類を除去しなければならないと誓ったのです。ミルクちゃんとくるみちゃんは捕まっていないようです。ねえ、あいつらは何をしようとしてるの？わかりません。ただアイスクリスタルを使って何かしようとしていることは確かです。もし奴らがあれを暴走させたら大変なことになってしまいます。なあ、もし俺があいつらの計画をぶっ潰したらクジラ艇を直す部品をくれるか？ええ、いいですとも。よし、交渉成立だ。ここまでは計画通りね、ジョー。うん。あとはどうやってここから出るかだ。あとはどうやってここから出るかだって？まさか考えてないとか？わし？そこまでは考えてない。冗談じゃないわよ。何が生きてる？あ、チョコ、離して！待て。やる気か？あ、いえ。利口だな。冗談だ。早くあのチビどもを捕まえないとな。ここまで来りゃもう大丈夫だろう。アイスクリスタルは無事かな？大丈夫、私たちがいないとソリッドは使えないからね。そのアイスクリームとかいうの聞いたことあるぞ。アイスクリームじゃないよ。コクーはいやしいね。そうさ、俺はいやらしいんだ。なんだって食っちゃうぞ。うまいでちむな。食べ物じゃないよ。クリスタルってすごいんだ。なんだ、食えないのかよ。まだどうしてチョコを助けてあげなかったのよ。武器もなしにか？そりゃそうだけど、もう良さそうだな。え、そんなものどこにあったの？俺が工作アソボットだということを忘れてないか？さすがね、ジョー。仮見張ってろよ。オッケー。確かに人類は愚かだったかもしれない。だけど間違いに気がついた時点で何度もやり直してきたんです。あなたは人類に未来はないと思っているかもしれませんが、僕は明日を信じます。優等生らしい答えです。だがすでに破滅ウイルスに感染したアソボットをオーロラシティに送り込んである。オーロラシティで何をしようとしている？少し終わりが早まります。アイスクリスタルをメルトダウンさせますので。あなたの思い通りにはさせない。優秀な頭脳の持ち主かと思っていましたが、君も突進するしか能のない愚かな連中の一人です。呆れたやつ。人類の未来は奪わせないぞ。何？ホログラムか？急ぎたまえ、三蔵君。この世の終わりが始まる瞬間に立ち会うために。プロフェッサー D！ 君がどんなに抗おうと運命は変えられませんよ。起きろ、見ろ。どうしたの？逃げるんだ、早く！また吹雪いてきたぜ。早く美人のチョコ姉ちゃん見つけねえとな。どうした？来るわ。待てー！キリンが来るよ。きっと増えるよって。氷結アソボットたちのリーダーよ。一番悪いやつ、キリンが来る。もう逃がさんからな。この辺がカリントなんだよ。そのチビどもをよこせ。あなこって。なんだと？貴様、何者だ？邪魔をするな！俺はこっちのセリフだ！こいつらチョコ姉ちゃんに送り届けてお礼に注意してもらうんだから。だからおめえら離れてろ。こんなやつらちゅちゅい。お望みとあらばお相手いたそう。ちびざるめ。猿って言うんじゃねえ。ひげおじ。お前など構っている暇はない。凍ってしまえ。くそ、すばしっこいさ。くらえ。なんでこんなの。終わりだな、猿。いけ、さっさとチビどもを捕まえろ。またふぶいてきたね、トンボ。ちょっと返事くらいできないの。何よその顔。面白くねえ。何が？おめえがだよ。私が？うん。だってよ、あの氷の化け物がどうしてお前を見て逃げてったんだ？なんか変だよな。私が信用できないの。はっきり言ってそうだ。破られちゃったら仕方ないわね。実は私、この世界を破滅へと導く悪の手先なの。あ、本当か？なんちゃって。つまんねえ冗談言うなよ。そんなことあるわけねえよな。助かった。走るのもやよ。見てごらん、あの空を。あ、オーロラ。ロマンティックね。まさか。よし、行くぞ。あ、さんちゃん。オーロラシティへ急ごう。ちょっと、また走んの。助かったぜ、スカイウォーカー。ありがとな。オーロラシティか。クソ、あの野郎絶対ぶん殴る。行くぜ。まだなの？はあ、さすがだと思ったけど、これじゃ一生出られそうに。静かに。せっかく開けたのに誰かが来たらどうすんだ。分かってるわよ。もう開くなら開くって言ってよね。そんなことがわかるくらいならこんなに時間はかかりません。頼りになるんだかならないんだか。あそこがオーロラシティか。綺麗なオーロラだ。やったぜ。あの野郎はどこだ。あれがオーロラシティ。僕は運命を変えてみせる。プロフェッサー D。果たして離れ離れの2人は再会できるのか。再会ってなんだ。ビリッケツのことだよ。違うわよ、それは再会。地震とか火事とかそれは災害。さよならすることだったかな。それはバイバイ。え、パイパイ。それはおっぱい。次回アソボット戦記悟空、再会オーロラの街。みんな寒い。